カルビちゃんのことが好きな人がもう一人いて、はい、ササティックって人なんだけど。はい、いっぱい取れます。あーん、あーん、いや、助かる。嫌ってました。やっていきます。意外とうまそうでしょ。はい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 、どうした？なんかそんな悲しい格好してたっけ？僕の話聞いてくれますか？いやいや、まゆと別れました。2回引かれました、はい、2回。まゆ、お前は黙ってろ。やっぱりね、こういうのってまあそういうもんよ、ドンキカップルってそういうもんよ。いろいろ話をして、うん、もう借金もしない、ギャンブルもやらないって、真面目に働くって言ってくれたんですよ。石とか僕が掘ってる時に、うん、マップをチラッと見たんですよね。うん、そしたらセーフゾーンにいました。まだあいつやってたのか。飽きたらず、俺もう、うん、耐えれないっす。いい判断だよ、ギャンブル狂いの女を捨てたってことだろ。僕、スタさんのために今こんなに胃を取ってきて。おいおいおい、嘘だろ。スタさん、なになに、このゼッカーさんすごい家とか建てれるらしいですよ。え、そうなの？一応、しかも一応、まあ裏切り の拠点結構大きく抜けましたよ。そう、照明に、まあ、踏み絵までしてくれるらしくて。なるほど。これ誰かは言わないけど、打つか打たないかは決めるけど、うん、打つか打たないか、うん、自分で判断して、これ。これ、え、これ僕じゃないですか。これ過去の自分じゃない？過去の自分を打ち殺せる、お前は。やりましょう。変わろう、ここで。ここで変わろう。いきます。それ俺や。あ、お前かい、お前かい。何の絵だよ、じゃあこれ。何の絵だよ。じゃあちょっと家作り手伝ってもらおうかな。物資集めるにしても結構一人できついっすよ。なるほど、そっか、一人で作り上げてるんで。ここの下っすね、あの外壁囲まれた家っすね。やばくて笑ったー。立派すぎんだろ、お前の家。44ぐらいの2階建て。そう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 。で、建築方法が分かんないからちょっと資材を渡すから手伝ってほしいんだよね。なるほどなるほど。あ、まあ資材も僕取ってきますよ、自分で。マジ？スタさんはもう自分がやりたいことやっててもらっていいっす。僕がやっとくんで。お前、お、よかった、あの女引いてよかったよ。あの女引いてなかったら俺たち出会ってなかったじゃん。そうしたね、別れてよかったな。僕がせっせこうこの家を作ってる間、マユはずっとセーフゾーンにいました。ギャンブル狂いやったんだな。尻に敷かれまくった挙句こうなりましたね。僕が働いてきたせっせこ稼いだお金を全部ギャンブルに溶かされました。俺もったいなんないっす、スタさん。今日でちょっとうさばらししよう。今日のゼロ時にさ、花火あげっから一緒にやろうぜ。やりましょう、やろうやろう。恋は人を強くするな。FPS うまそうなアバターしてるもんな。ちょっと待って、あれ、アイスタビさん、お前なんだそのクラウンタグ。教師何ですか、それ一回しまってませんか。あ、ここですか。そのバグでしまえなくて今。 ありましたね。よろしくお願いします。今日は楽しみにしとくから、ゼロ時に。24時の前はやっちゃいけないんですか。24時の前ですか。別にやっていいんですけど。ああ、やめろー。やっぱり、やっぱり危ないな、あのグループ本当にやばい。和解したけど、笹さんは V スポガーだよ。なんでだよ、あの人本当 VTuber 好きだな。許さねえからな、マジで。お前の好きな言う VTuber の泣き面見してやるよ。笹さんが本当に好きなのはカルビだけだよ。あの人なんかカルビちゃんマジ好きだよね。待って。っていうことはさ、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ちょっと、こう、ですかね、お話があって。は
カルビちゃんの声ってやっぱりめっちゃ可愛いんですよ。あ、ありがとうございます。俺もカルビちゃんのこと大好きなんだけど、はい、カルビちゃんのことが好きな人がもう一人いて、ササティックって人なんだけど、はい、ちょっとその人にカルビちゃんからお願いをしてほしいんですね、はい、そのお願いした物資を俺にもらいたいなっていう感じなんですけど。任せてくださいよ。今日お願いしていいですか？本当？めっちゃ笑ってるけど。いやいやいや、はい、本当にお願いするだけでいい。それなんか取られたとかですか？いや、そんなことないんだけど、なんかちょっと、ササティックやっぱりこのゲームたくさんやってて、中立にいるんだよね。はい。ちょっと俺たちひいきしてほしくて、そういう時に、やっぱりカルビちゃんの力欲しいなってのがあって、誰と不仲になるわけではないです。カルビちゃんはそのちょっとササティックとお話ししてくれればスクラップが手に入るっていう、今、まあカルビちゃんからしたらすごい美味しい。ちょっとぐらいならお話ししちゃおうかな。お願いしていいですか？はい、わかりました。やった、ありがとう。ありがとう、ありがとう。じゃあササティックの電話番号教えるんで、ちょっと、あの、メモ持ってってください。いい、お話やん。こんなんでお金稼げる。行きます、メモ。じゃねえ、こんなんでお金稼げる。今のトーンは、パパ活女子に言うトーンや。おじさんが。いいね、こんなんでお金稼げて。あの、一個、はい、いいっすか？いいよ、いいよ。食べ物がなくて死にそうです。あげる、あげる、そんなん、あげる、あげる。ありがとうございます。全然あげるよ。協力関係じゃん、カルビちゃん。いくらでもあげるよ。食べて食べて。助かりました。もっと食べてよ。命の恩人です。そうでしょ？はい、いっぱい食べます。はい。あ、もちろん。助かる。じゃあ、カルビちゃん、電話番号教えるよ。はい。5459。5236-5459。メモりました。オッケーオッケー。じゃあちょっと今電話してみよっか。ちょっと離れたところで、ちょっと家の近く、今かけると俺たちがやったってバレちゃうから、ちょっと離れたところ行こう。一緒に行こう、はい、こっち一緒に行こう。な、確認なんだけど、絶対に俺の名前出してダメだよ。え、じゃあ練習するね。練習して。練習します今。うん。もしもし。もしもし。もしもし。ゆうがもしもし。どうしたの？どうしたの？綺麗な花火が見れるって聞いたんだけど。綺麗な花火？綺麗な花火っていうのは何のこと言ってんのかな？そう、多分ロケットなんとかって言うんだけど。あ、はいはいはい、ロケットなんとか。持ってるかな？あれ、誰？さすがのカルビちゃんでもそんな簡単に渡せなくて、ちょっとなんかお願いしてほしいな。お願いが聞きたい。カルビちゃんのお願いが聞きたい。いや、いっぱい花火欲しいな、ゆうが。カルビちゃん、そんな言うんだったら、カルビちゃん可愛いからあげちゃうよ。いいよ、あげ、あげるよ。一、なるなる。ゆうがこうなる、ゆうがこうなる。マジ、なる。ゆうがなる、大丈夫かな。一、あ、じゃあちょっと、一応なんだけど、カルビちゃん、誰かに言われたとかじゃないよね、これ。なんか噂で花火が見れるっていうことだけ。なるほどなるほどなるほど。カルビちゃんそんな嘘つかんか。カルビちゃんかわいい。カルビちゃんかわいいよ。はい、こうなります。本当にこうなるかな。なるなるマジでなる。分かった。ここら辺で、あのお願いがあるんだけど、お願いがあるんだけど、もうちょっと食べ物くれません？ある。マイテック君、食べ物欲しいです。はい、かぼちゃチョアス今ですか？今かけよう。ちょっと待ってね。俺たちが隠れる場所を作るから待って。隠れる場所が必要なの？ちょっと待ってね。え、あの、電話番号どうやって聞いたんだって言われたらどうします？え、なんか。セーフゾーンで知らない人から紙もらったでいいよ。うん。そう。セーフゾーンで知らない。ちょっと、前だけこんな帰れ。前だけこんな帰れ、一回。カルビちゃん、もうちょっと、そこら辺で、そこら辺で。
まず用事があるからって呼んで、まず用事があるからって。ゆうがーゆうがー誰だか分かる。え、切られた。まずい。もう一回かけろ、もう一回かけろ、もう一回かけろ。ゆうがお願いがあるって。ゆうがちょっと交渉がしたいって。はーい。ゆうがお願いがあるんですよ。お願いがあるんですけど、あの噂で、え、なんかセーフティーゾーンで知らない人が。セーフティーゾーンのね、人から聞いたんだけど、なんかこのゲームめっちゃ綺麗な花火が見れるって聞いてさ、ユウカと見たいなって思って。ロケット花火、ロケット花火がね見れるらしいんだけど、玉が欲しいって、玉が欲しいって。そのさ、ロケット花火の玉がね欲しいんだよね。一緒に見たいなって。うん。おいけ。ああ、ウケるわ。なんか作るための素材とか、作るための素材とか、鉄とか。今日の夜0時。今日中。違う、それはだ、それだめ。そのロケットランチャーの弾を作るための素材とか。でかい花火。ロケット花火のロケットランチャーの弾を作る素材とかってあります？え、何したらくれるかな。あ、スクラップどんぐらい？切られました。おー、マジかよ。あのスクラップを集めてきたらくれるって。分かった分かった。じゃあ、そう、オッケーオッケーオッケー。カルビちゃんのこと信じて、カルビちゃん、今もう集めた分これだけなんですよって、はい、で、サザティックに渡して、これでどうすか、これで少なくない、大丈夫かな。だ、いや、いける、カルビ314、いや、カルビちゃんならいける、いける。それで、もうもらえるだけの資材をもらってきて、で、これ少ないなと思ったらこれ少ないなと思ったら、はい、笹さん、そんなもんかって言って。めっちゃそんなもんか、うん、刺さってそんなもんかって。頼むよ。お前がめっちゃやってんだ、怖っ。言ったか。集合場所だった。あ、逃げろ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 、狙われてる狙ってる。いや、それは言えない。いくら持ってるかは言えないけど。頑張って集めてきた。優雅、優雅ケチだな。卵。な、これでちょっと一回様子見かな。これで。優雅と交渉になったら、はい、ちょっとそのスクラップ300何個あんじゃん。でも、うん、絶対お金ないでしょって言ってましたよ。300あるよって。持ってないでしょって。3桁はあるよって。3桁でさ、え、もうちょっとあるんじゃない。3桁集めたし頑張ったから。隠し持ってるでしょ。持ってない。本当に持ってない。あと、明日の12時に花火大会があるらしいですよ。ああ、あれ、それ俺たちの戦争のことだね。僕何も。今日のゼロ時にちょっと、V スポジニエとやるんで。なるほど。うん。まあ、そのための資材集めではある、今。戦争に関わってるってことですか？まあ、もうお前は、今戦争に関わってしまったってことだ、カルビ。もう一回加担してしまったから、もうあれで、こういうこと言われたくなかったら、もう働くしかないんだよ。お前の悪名を広められたくなかったら、言わなきゃ。協力してくれたって。いや、私、何も聞いてない。何も聞いてない。加担してない。無理よ、無理よ。私は優雅と花火が見たかっただけ。本当に。それだけなんだよね。その0時に綺麗なものを見るたびに協力してほしい。優雅と綺麗なものを見れるってこと？そう、優雅と綺麗なものを見れる。マジで。なるほど。でも、禁止されちゃったって言ってたよ。禁止されてない、禁止されてない、禁止されてないよ。嘘つかれてるんだ。
ったユーガの嘘つきって言わないとダメだ。そうだね、ユーガの嘘つきでちょっとステラップ足んなかった、ユーガのケチ、うん、私頑張って集めたのにって言ってくんないと。じゃあ俺から言うから、カルビちゃん今お願いって、それまでちょっと一回解散しよう。わかりました。カルビ電話番号教えてもらっていい？解散ということで。あ、これだけなくすなよ、はい、ちなみにこれ携帯って携帯なくしたら番号変わります？変わっちゃう変わっちゃう。あー、じゃあちょっと信用ならないかもです。ちょっと待って、怖すぎる。なくすってこと？そう、お金もなくすやろ、お前。まあ、電話します。またね、カルビちゃん、ありがとう、助かった。また後で。またね。言うなよ、周りの人に。言うなよ。秘密だからな。あいつ、めっちゃノリいいな。スクラップなくなっちゃった。まあ、スクラップなくなったね。まあまあ、でも、これで、資材が集まれば。